カリーナ ED は、トヨタ自動車が1985年から1998年まで生産していた4ドアハードトップ型普通乗用車である。セリカのプラットフォームを流用した4ドアハードトップである。カリーナの名は、関するが、登場当時の CM では、4ドアでありながら、クーペのフォルム、と歌われており、後発の兄弟車、コロナ支部と共に、 4ドアバンセリカとも言える車種である。取扱い店はカリーナ同様トヨタ店。ただし、東京地区では1989年までトヨペット店と平売大阪地区ではトヨペット店扱いであった。初代モデルは1985年登場。徹底的にタンビを追求し、クーペ並みの低い前高に強く傾斜した前後ピラー、富士山型の 小さなキャビンと高めのベルトラインを持つプロポーションが特徴。4ドア乗用車としての実用性、および鉱石居住性には難があったが、その流麗なスタイリングはコロナセダン、カリーナセダンの熟年層向けイメージを覆し、バブル景気と相まって若年層にも絶大な人気を博した。なお、歴代を通して、後期型はリアガーニッシュ部の ED ロゴが発行。 テールレンズ全体に黒い縁取りがなされた。しかし1990年代後半以降、日本の自動車に対する価値観が居住性や実用性を重視する方向へと変化したこと、側面衝突時や横転時の安全性確保の観点から、兄弟車のコロナ駅支部とともに1998年に生産を終了した。形式形式初代カリーナ ED が登場した当時は、 ハイソカーブームの真っ只中であり、カリーナ ED も爆発的な人気を博したため、日産、プレセア、マツダペルソナ、三菱、エメロードなど、同様のコンセプトを持つ車種が、日本国内各社から続々と登場することとなった。また、トヨタ自動車からも、カリーナ ED、コロナエキシブよりも下のクラスの新規車種として、カローラセレス、スプリンターマリノが登場している。また、 ボディサイズの割に室内が狭いハードトップ車という意味からすれば、トヨタマーク2や日産、ローレルなどの高級セダンにも影響を与えたと捉えることもできる。2000年代以降メルセデス・ベンツ CLS のヒットを、機に欧州メーカー各社が、4ドアクーペと呼ばれる車種を次々登場させたことから、同社はその先進的コンセプトを持った車種と評価されることもある。ただし、 カリーナ ED の社格が中型車であるのに対し、CLS は E セグメントに属し最大約10倍もの価格差があり、顧客層も大きく異なる。また、時代背景や販売市場の違いもあり、同列で語ることは難しい一面もある。ED はエキサイティングドレッシーを略したもの。ありがとうございます。